はい、渡辺真史です。今回ね、DLC 第3弾アブソリューションのフォア&エンバーでフリーフォールの計2試合でボット相手に対戦してみたのプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。まずコンバットリーグね、どうしようかな。マークがいいのかな。あー、ウォーファイターで、これボマー、あ、オマーか、これね。でペイロード、クロー、トレイト、ソナーで、でスコアストリーク構成がスカラブ、シャドウ、エピック2、ドローンパッケージダブルで、バルチャー、トンボ、エピック2で、これ使っていくんで、今回エラード、サイクロピン、エピックで、サイト、リフレックスで、レティクルはこのオービット、レジェンドで、アタッチメント、フォアグリップ、クイックドロー、フュージョンマグ、パーティクルアンプで、パーク構成はデクスタリティ、ハードラインということでね。でゲーム設定、マップはフォアで、ゲームモード、フリーフォール、ゲームルール、カスタム、タイム無制限、スコアリミット50ポイント、ボットセットアップ最大人数11名に、ボットの強さミックスで、これでちょっと対戦してみたいと思います。これどうなのかな、まだやったことないんで、広いのかなこのマップ。はい、今回フリーフォールでマップはフォアになります。ミニチュアゴルフ場みたいな感じで書いてあったんだけどね、説明では。今回松井ジュリアでエラッド、サイクロピン、エピック&オーファイターで頑張ってみたいと思います。のど切りどうなのか、ちょっと広そうだね、なんかね。はい、頑張るぞ、頑張るぞ。久しぶりに使うんだけど、これ相変わらずの強さだね。これかなり敵が溶けるの速度が異常な速さだ。これどうだろう、マップをやっぱ見ないとね。上がっていった音がしたな。よしよし、出しちゃおうという。スカラブ、シャドウ、エピック、オンライン。どこどこ、ちょっと敵さん遭遇せんのがけどね、広いな、ここ多分ボットが11人目いるんだけど、それでもデクさんとあんまりデクさん出くわさないよ。これちょっとこれ出しちゃおう。これ要請を受託、バルチャーオンライン、バルチャートンプエピック。あ、ちょっとやられたくなかったぞ、これ困るね。ちょっとかなり遠くに、あ、取られてるな。うん、ちょっと困りますよこれ。だからやられたくないんだよ。だからドローンパッケージ出してるときに、うん、広いと思った、あ、狭いと思ったら結構広いな、ここ。うん、面白いけどね。ちょっと調子悪いっすな、ちょっとだけ。かなり広いマップばっかりだな、今回。よし、殴りで、いた、クロアオンライン。ああ、もったいねえ。ドロップパッケージもまた回した。次はちょっと取りたいな。来た、トリニティロケット、トリニティロケットオンライン。ああ、ダメだ、1キルもできない。スカラブ、シャドウ、エピック、どこですかいな。これ広いね、ここ。ボットが11名いるにもかかわらず敵と出くわさないからね。その遭遇率があまりないんで。
ちょっと苦戦中なんだけど。で、昨日やったんだけど、プレイ、名前なったかな、2試合取ったんだけどね、チーム戦、チームデスマッチとキルコンファームでやったんだけど、で、これで3つ目でしょ、マップ選挙の演説のなんか宣伝カーのなんか演説のスピーチっていうか流れ来てみたいなんだけど、明日選挙なんで、それで選挙カーが回ってるんでね、ドローンパッケージダブル、スカラブシャドウエピック、スカラブオンライン攻撃に備えよ、広いんだよ、ここ。あ、ダメだ。縦のブーストがないんで。痛い。よっしゃ。ちょっと、取ったよ。バルチャー。あと半分。ちょっと、フロー。ここどうだろう。広い。こっか、あ、ここバルチャーやってくれた、開いた、あれトリニティロケット出すんだな、よし決まった、31キル、結構圧勝してんだけど面白いな、よしよし、こうだな、よし、かなり広いよこれ、あ、こうだ、ドロップパッケージ、スカラブ、ここからなんか銃声が聞こえたんで、この辺りが上にいるな、よっしゃ、あーちょっとドローンパッケージダブル、面白いなこのマップ作りが、バルチャー、バルチャーちょっと行ってみよう、バルチャーよく出るな、めちゃくちゃ広いっすよこれ、結構ユニークな作りで気に入ったよこのマップ、複雑なんだけどね、おー危ねえ、こういうのね、バルチャー強いね、やっぱりかなり大活躍してくれる、よしで、いた、黒、あ、黒を出さない方がいいな、
速が消えた。50キロだからね、これもう終わりっすよ、これ。よし、終わった。広いね、ここ。グリッチアウト。パイナップルトス。はい、ここから成績は50キル13ですのでプラス37、比率 3.85、 ストリーク7、スコア50でした。で、最後はこの MW3 のレジスタンスのリメイクマップのエンバーに同じく引き続きフリーフォールね、ゲームルールも一緒で、ボッツセットもこれ一緒だね。で、コンバットリグをちょっとマークに変更するんで、で、ペイロード、これ、頭部、ボディともにソーラー。で、ペイロード、リアクティブアーマー、トレイト、インフュージョン。で、最後これ、スコアストリック構成も同じなんでね。で、最後これ、渡辺前のクラスで R3KT エピック使っていくんでね。で、サイトは ELO。で、この、レティクルはビーチボール、レジェンド、追跡金、COD サマーハックで、獲得したやつなんだけどね、これアニメーションになってんのかな、これで、アタッチメント、フォーグリップ、パーティクルアンプ、ラムサーボ、ファラデースラグ、パーク構成はもう一緒で、デクスタリティ、ハードラインということでね、これでちょっとやってみたいと思います。レジスタンス広かったイメージがあるんだけど、はい、今回はフリーフォールでマップはエンバーになります。はい、今回渡辺前で R3KT エピック&マークで頑張ってみたいと思います。消えろ。はい、頑張るぞ。よし、出だし好調。後ろから今撃たれたんで、ちょっとなんか全然変わってるな、イメージが、印象が違う。負けてるぞ、今劣勢だぞ、これ。ダメだ、調子悪いな今日。うん、全然ダメだこれ。うん、最悪な調子だよこれ。調子は悪いよこの、最悪だよこれ。全然なんか違うな、レジスタンスと感じが。ああ、調子悪いな今日本当に、最悪だわ。今回広いマップばっかり作ってるね、これ。ああ、ちょっと、ああちょっと調子悪いわ本当。少しとか全然つながらないでこれ。うん、はっ、どこだ、あらあらあら、もうちょっとハイペースでやっていかなきゃ。こいつにやったんだよなこれ。
レックスからも回してたんだけど、よしようやく回したよ。ドロップパッケージまでは。何が出るかな。スコーチャー、どうやって突っ、これこうでね、こうやね、入った。スカラップちょっと今いっぱいいるんで、敵が。あらダメだこれ、調子悪い。これよしよし、よしよし、待ってますか。よしよし、スコーチャー、あーあれだな、あーワルチャーね。ドロップパッケージダブル、スカープシャドウエピック、あ後ろか、どこにいんだこれ、下、俺多分やられたかもしれないなこれ。あれここも広いね、相変わらず。俺死んでるわ、ちょっとこれ多分、あ取られるな。やっぱ広いっすねレジスタンス。スカラブ、あーちょっと困るぜこれ。あードロンパッケージの近くにまで来てたんだけどね、やられちまったこれ。ああちょっと遠いな。で広いマップはちょっと嫌なんだよ本当。こうなるから、狭いマップの方がね絶対いいんだよこれ。ちょっと取りたいんで、あカウンター呼ぶか、スカラブの方が良かったこれ。カウンター呼ぶ、リアクティブアーマー、あー調子悪いぜ本当今日ひでえわ。ちょっとサクサクいくわもうこれ。これミックスでも強いな、あの強いやつもいるんだよな、やっぱ混ざってんだよな。ちょっと時間取りすぎてるんだけど、よしよしよし、バルチャー、バルチャーまで回したね。バルチャーでドローンパッケージ、バルチャー、どこだ、スカラブちょっと行ってくか。よし危ねえ、
お、結構連携が。パイナップルトス。勝利ゲッツ。はい、ここから成績は50キル17ですのプラス33、比率 2.94、ストリーク6、スコア50でした。終わりましたな。で、フォアのフリーフォールで、ウォーファイターと、この松井純也クラスのエラードサイクロピンエピックで、フォアのフリーフォールで、で今プレイしたマークに渡辺クラスの R3KT エピックでエンバーのフリーフォールプレイしたんだけどね、結構広いね、すべてね、今回のアボソリューション DLC 第4弾の追加新マップ4種類ね、もうすべてプレイしたんだけど、このバミューダ、このパーマフロスト、バミューダでチームデスマッチで、パーマフロストでフリーフォールやった、キルコンやったんだけどね、結構広いね、今回でちょっとボット相手に対戦してみたら、今4種類終わったんでね、DLC 第3弾、アボソリューションね、4つのマップ終わったんで、タイ人間の方でもやっていくんでね、プレイしていくんでね、こう来てください。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はね、DLC 第3弾アボソリューションのね、フォア&エンバーで、フリーフォール計2試合で、ボット相手に対戦してみました。あとよろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。